やっぱさ、俺たちぐらいになるとセレモニーもド派手に行きたくね。あれわかる。だってさ、ドレスもさ、もっと派手でいいもん。でも実際、ご希望されてるブランですとかなり値を張りますが、大丈夫大丈夫、俺金持ってるからさ。遺産ってやつね。こいつん家にさ、もうドカーンと置いちゃってるわけだよね。99歳つくもです。他のドレス見たいんだけど、超スケスケなんだけど。俺の方が似合ってるおめえちゃんの話だけやらせ。超豪華なんだけど。鼻に何リボン似合ってる。すげえ情報量じゃん。処理しきれねえんだけど。そうなんだけど、俺の頭が マジで結婚式楽しみなんだけど。本当ね。あ、でもその前に一個片付けなきゃいけないけどね。あれね。誰だこの女の子。なんだこの状況。おい、外のあれに餌やっとけ。ええ。は？お前の子供じゃん。はいはい、すみませんでした。あげすぎんなよ。やばい。ほら。ああ、助かった。外しかないよな。君はどうしたいの？分かった。僕は君を助けるから、君は僕を助ける。僕たちは仲間だ。とはいえどうしましょうか。どうもどうも、すみません、よかったら新聞取ってもらえないですかね。今だったら洗剤を付けするんで。でしょ、よく言うでしょ。俺興味ないから。こういうの入るわけねえじゃん、そんなんで。そしたらですね、だから帰れ帰れよ。いや、そういうさ、野球のチケットもあるんで、1ヶ月だけでいいんで。だからさ、俺が野球に興味あると思うか。ねえ、帰れって。ベランダからの脱出も無理、強行突破も不可能。こうなら最終手段、児童相談所に。君は保護されて、あいつらは連れてかれる。ベランダから出るとき鍵は開けといてね。児童相談所でしょうか。またかよ、しつけえな。だから間に合っ、私児童相談所から伺いまして、今ご近所の方からお電話がありまして、お子様の状況を確認してほしいということで。なんかの間違いじゃないですか。しかしご様子だけでも。今どちらに？塾に送ってて。さ、てかね、なんで俺がこんなのお前たちにいきなり説明しなきゃいけないのって。間違えてもですよね、すいませんでした。ちょ、様子おかしくないですか。お子さんは塾に行ってらっしゃっておっしゃるけどね。君、君、君、パパ、はい、はい。もうさ、こうなったら始末するしかねえじゃねえ。うん、児童相談所に駆けつけられたわね。
警察に電話します。僕は捕まっちゃうけど、僕はいいんです。僕は大金に目がくらんだ僕が悪いんです。君が助かればそれでいい。ベランダで女の子が人質に。はい、そうなんです。はい、すぐ来てください。大丈夫だからね。パチンコでさ、5万買ったからね。またかよ。本当に今日のやつらゴリラやな。ふざけんなって。警察です。奇妙な通報がありまして、お宅のベランダ確認させていただきますね。失礼します。ちょっと出てきなさい。はぁ、こいつ、お前99だろ。つくもです。お前何やってたんだよ、うちで。怖くないからね。大丈夫だからね。やばくない。よし、ごまかそう。この子の様子がおかしいようですが。お前何やってくれてんだよ。大丈夫？痛かったね。こいつにされたんでしょ。何やった。この人たちにやられたの。おじさんは悪くないもん。おじさん、また会える？大きくなって結婚するときは相談に来な。